アン・コールター、アメリカ合衆国の弁護士及び政治コメンテーター、2010年アメリカのタイム誌の最も影響力のある100人にも選ばれたキャリアウーマンとは専門的な職務遂行能力を生かして長期に仕事に就く女性の故障である。専門分野で就労する女性を呼ぶこともある。長期にわたり企業における管理職志向が強い女性に対して使用された言葉であり、 社長夫人が取締役に名を連ねたような勤務実態のない形では使用されなかった。1970年代頃からよく使われるようになった言葉であるが女性がキャリアを持つことを特別視する言葉でもあるため現在ではあまり使われなくなった。日本の企業は従来より女性従業員に対しコピーやお茶組などの雑務を任せるなど女性の仕事は ことぶき大社までの花嫁修行と考えられていたが、1980年代に男女雇用期解禁等法が制定され、女性に対する労働上の差別をなくすための法改正が行われた。それ以降、さらなるキャリアアップを望み有能な成績を持つ女性が多く職場社会で長期に雇用されている。オフィスでの事務作業だけでなく、自動車整備士や鉄道運転士など、 これまで女性の就労例が少なかった、現業職に女性がつくことが増えている。かつては企業などで男性より優秀な実績を上げている女性が、女性という理由だけで昇進できないという時代もあった。しかし現代では男女平等化の促進により、おののの実績に応じて性別に関わらず、管理職にも起用しようという流れがある。 むしろ近年では同等の実績を上げているもの,の場合、女性を優先させるという動きが強い。また、かつては男性職であった研究職、医師、弁護士等においても優秀な女性の進出が著しい。しかしながら、これらの職業では名前の一貫性が問われるため、結婚後も旧姓を通称として使用し働く女性が多いが様々な障害があるため、 選択的夫婦別姓制度等の導入が望まれている。一方で世界経済フォーラムは2006年世界各国の男女格差の度合いを指標化した男女格差報告を発表したがこれによれば日本は世界115カ国の内世界男女格差指数ランキング79位である。1950年代のアメリカでは第二次世界大戦が終わり男性が 職場に復帰したことから腰掛けで働くのが一般的になっていた。しかし1970年代のウーマンリブ運動等の影響や女性の大学進学率の向上などから女性も男性と同じように働くようになっていき、1980年代頃には一般的になった。現在では女性の管理職は一般的になっており、女性でも転職などを繰り返し、 キャリアアップしたり、大学院で学んだり、育児と仕事を両立したりする母親も一般的になっている。そのため保育園やベビーシッターが普及している。古くからの価値観では母親は家にいるものとされているが、アメリカでは仕事と家庭を両立できるのであればキャリアは関係ないという価値観が普及している。自立精神が高いのが日本人女性との違いである。 現代のアメリカではキャリアウーマンの用語がワーキングマザーといった用語と共に差別用語だと考えられるようになった。これはジェンダーの視点からウーマンやガールといった用語が職業名につくことを避けるようになったためである。日本でも看護婦がジェンダーの視点から考えれば差別用語に当たるとしてその呼び名が看護師と修正されている。ただし男性の 医師に対する、女医はそのままである。幸福主国家で、所得税などの税金が高いために、女性も働くことが多く、スウェーデンなどでは、女性の労働力率が70%超となっている。幼稚園や保育園のような子供を預かる、公的サービスを受けられること、そして残業が少なく、夕方には帰ってくることから両親が協力して、子育てしながら、 共働きを達成することが可能になっている。一般的に北欧諸国ではすでに専業主婦という考えは少数になっており、共働きの方が一般になっている。ありがとうございます。